下のパートの人いくよ。だとやりすぎなので、あだとちょっとアクセントに聞こえちゃう。おーだとおーわおーぐらい小さくからふにゃーって出てきて、もう一回2ページ目です。3段目1,2,3,4 おー、はい、もうちょっと柔らかくなる。おーってまだ当たっちゃう感じがするので、おーだけ、はい、おそう、そのぐらいがいいです。じゃあそこから先行ってみましょうか。おーからいきますよ。
り返します。でも伴奏が変わっているので違う感じがしますね。はい、のどかからもう一度1、2、はい、休んで、おーっていうの、強く入らないことを気をつけて、おーです。して優しく頼もしや、ここを優しく言ってあげて、頼むから、せーの、そう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 、最初から。Thank you.
るといいですね。ここは楽しいと思う、うん、頼もしいや、大きいまんま。それでその先はちょっと小さくしてゆっくり、頼もしやにして、下から2段目フォルテ。頼もしやも大きいままってことですか、うん、大きいままいっちゃって、はいはい、で最後振って柔らかい方がいいです。小さいっていうか柔らかくあったかい感じで歌うといいですね。フォルテから、たのせーの、歌ってみましょうか。上の人、最初から。うん、2つ前。膨らましてってあげて、のーし、し、しーとーに向かって進んでいく。た、せーの。うん、で、それ、たーのーって歌うと楽しそうに聞こえないんです。今、しーよりも母音の方が今下なので、たーじゃなくて、さあ、そうすると楽しそうに聞こえる。若そうな前フォルテから。それだともう完全に演歌の感じね。開けて。せーの。閉まっちゃうとのーって潰れちゃうので開けといてね。同じ方法で1段目も歌って、1段目だよな、のどかなりや
さ、なんかつまんなそうな感じになっちゃうじゃないですか。今の喉のを広げて膨らましとく。なりや上から春の春じゃなくて春。そうすると綺麗な春の空が見えてくる。のどかから一段目です。せーの。それがいいです。そっちの感じがいいです。2番。3ページ目。はい。どう、さっき言ったっけ？どーって止まっちゃう。どー、こう揺れてないとダメだってことですね。まっすぐじゃなくて。せーの。かのあもうちょっと上がる。あの方に上げて。せーの。マジの方ね。さっきいきますよ。オードボイン開けて。せーの。3に見えた。秋で、あ、開けて、おー、おー、大きいみたいじゃなくて、あー、あー、秋、あー、ちょっとだけ薄くしないと秋って聞こえなくなっちゃうので、ちょっとの響きを薄くして、薄べったい感じ、おー、じゃなくて、あー、秋、はっきりあって感じ。せーの。ちょっと円管になっちゃいますね。月は主で骨に虫は友達って言ってあげて。せーの。Thank you.